煎餃子屋の餃子のマイケル。はい、どうもどうも、餃子チャンネル、ご視聴の皆さん、こんにちは。今回は、ヤトさんおすすめの餃子専門店に行ってみたいと思います。餃子専門店じゃ、餃子専門店なのかな、わからんけど、餃子のマイケルさんですね。美味しいです、美味しい美味しいと評判のね、行きましょう、ぜひ行ってみましょう。それでは瞬間移動で、瞬間移動ってもう皆さん見てください、こんなんもう行きましょう、こんなん瞬間移動します、こんな近く、まあじゃあせっかくなんで、じゃあリクエストにお答えしまして、はい、瞬間移動ありがとう、これほんまそうやから食べましょうか、これ餃子、うわ、餃子専門店ですけど、餃子しかないんかなと思ったら、いっぱいあるでしょ、いろいろ、まあ、居酒屋メニューがあるみたいですね、お作りとかね、いい感じですよね、まあまずはこれでしょ、マイケル餃子ね、これをほんなら、まあ、10人前多いですか、多いですか、じゃあまあまあ3人前しましょうか、1人前を半分ずつしましょうか、少ないですね、 3人前でしょ、3人前って中途半端じゃないですか、4人前、2人前2人前でしょ、やっぱり2人前まずは、はい、はい、じゃあまずはこれを頼みますね、今度は僕、はい、ドン安ハイボールしますわ、何ハイボール、1杯目350円、2杯目250円、3杯目100円、値段が変わるだけ安なっていくね、どんどん安なっていくんですか、ハイボールはね、ジュースは280円、お得なシステムですね、そうそう、ジュースは何本飲んでも280円、ジュースは何本飲んでも280円、じゃあ僕はいつものウーロン茶、ウーロン茶で、どれ、どこ、ジュース、ウーロン茶は200円、緑茶で、この、ま、上に丸ついてるやつが350円、はい、すいません、そうしましたらどうぞ、ドリンクが、何でした、僕ハイボール、ハイボールボールとウーロン茶、ウーロンとハイボール、2枚目で緑茶言ったらウーロン茶、ウーロン茶はだけど油抜くからまあええか2人前取ったの4人前、まあええか、美味しいから、わかりました、はい、ありがとう、これはもう決まりましたね、何が入ってる、入ってるよ、これですわ、揚げニンニク、ニンニク、はい、明日大丈夫、大丈夫、ニンニクみたいな顔してるもんね、いや誰がニンニクみたいな顔ニンニクみたいな話してませんそんなことよりも、あ、これこれ砂ずりガーリックね、これも好き、ニンニク好きやね、ニンニク好きなんですよね、ハムカツうまそうやね、ちくわの磯辺揚げも美味しい、全部美味しそうですね、ね、迷っちゃいますね、厚切りベーコンうまそうやな、うまいね、まあとりあえず、まあまずは乾杯しましょうか、ね、乾杯しよう、はい、まずは突き出して乾杯をしましょう、乾杯、あーうまい、これ何ですか、キュウリの、これごまかけてんちゃう、ちゃん、うん、うまい、頼みましょうか、え、胡椒かこれ、なんやろ、すみません、注文お願いします、砂ずりガーリック炒めと揚げニンニクと、うん、ハムカツ、ハムカツ、何もですか、磯辺揚げ丼、タコポン酢、タコポン酢、はい、とりあえず以上です、はい、オール1でお願いします、行きます、な、何言ったんで、焼きそば、あのこれ言ったんですよ、オリジナルソース焼きそば、美味しそうでしょ、
これどうすんの、これと、はい、うまそう。で、これかな、ラー油、ラー油でこれ、こういうことね。はい、さん、これ大盛りやね。うん、すげえすげえ。普通はお好きなだけ。すごい美味しいよね。じゃあ、やつはさっき食べてみてよ。餃子食べるわ。パリパリの餃子。この餃子がね、美味しいんですよ。うん、美味しい。外、うん、はパリパリ、中はジューシー。またまたそんな美味しい、ほんまに美味しい。大げさな餃子食べてみてもらえば美味しいから。どれどれ、ほんま美味しいから、ちょっと自分で食べてください。もういつも大げさやからな。美味しいから、美味しいから、ほんまに。美味しいのは美味しいやろうけど、普通の餃子とちゃうで、ほんまに。うまい、見た目普通の餃子ですやんな、うん、そんなそこまで美味しいわけがある。食べてみ食べてみ、いやいや食べてみ食べてみ、見た目普通の餃子ですやん、そんなそこまで美味しいの。美味しい、ほんまやな、こんな美味しい。美味しい、何これ、パリパリでほんま中ジューシー。うん、肉汁がぶっと出て美味しいでしょ。ぶっと出たら汚い。カチンコリアル、すごいな、これはうまい、ね、ちょっと小ぶりやけどね。え、これは何やった。これはね、タコポン酢。タコポン酢、タコネギポン酢。タコネギポン酢、これじゃあ、これはうまいですよ。これはもう見てわかりますよ。これも明石のタコ、うまそうやね。これうまいです。ネギだけど赤のちゃうかった。え、ネギはネギ大丈夫な。ネギ大丈夫ですよ。ネギ大好物。ネギあかんねん。ネギあかん。ネギあかんねん。うまいっすか。ちょっと今日じゃあネギ食べてみてください。後で食べます。うん、よーさ、そんなつけて、うん、美味しい、そんなに。うん、うん、はい、はい、ハイボールありがとう。うまっ。タコがね、プリプリしてる。タコ生でしょ。生タコですね、これ。うん、生タコ、生タコ、明石の生タコ。明石かどうかわかりませんけどね。うん、まあ、新鮮ですね。うん、いつも釣ってるタコよりどっちが美味しいですか。いや、断然こっちの方が美味しいですよ。うまっ。うん、明石で釣ってるのに。うん、明石のタコはね、まだね、明石のタコってすごい硬いですよ。弾力あるんですよ。筋肉が発達してるんですよね。あの早い潮に揉まれてね。じゃあ僕も食べてみます。はい、これ、あ、ちょっと待って、ヤズさん、ヤズさん、ちょっとネギ、ちょっとどけとくわ。ネギ上がる。ちょっとあのタコ食べてみてください。ネギ上がるから、ネギ、うん、まあまあタコだけ先じゃ、はい、どうですか。タコ、タコみたいな顔して。今度ネギ、ネギ付きで。ネギね、ネギのほんまに。ネギ本当にダメなんですか。あ、ガーリック来ました。あ、はい、ネギちょっと食べてみて、ネギほんまに。もやし向いてやろ。え、もやし、もやしも、玉ねぎ、玉ねぎも入ったんで。どう、美味しいでしょ。美味しい。ね、はい、どこ行ってない。これは、あ、これガーリックなね。ガー、ズリガーリック。ズリガーリック。ええ匂いすんね。ズリガーリック来ましたね。じゃあズリガーリックをいただいてみたいと思います。レモンかけんの。レモン、ノーレモンでいきます。ノーレモン。うん。うん。うまい。うまい。ヤトさん、ヤトさん食べさせてあげますわ。ちょっとヤトさんカメラマンだから。あ、じゃあレモン好きですか。レモン大好きです。じゃあね、はい、いきますよ。はい、またまた、はい、またまた、皆さん食べさせてあげますよ、ね、はい、あー、あ、まともに食わしてくるで。あ
酸っぱいわ。うまいな。タコ玉ねぎポン酢。ありがとう。ナトさん、揚げにこれ熱々の揚げニンニクが来ましたよ。これはガチで熱いですよ。ガチ熱ですよこれ。これはマジで熱いですよ。夫婦して食べて。夫婦しても、じゃあ夫婦してください。はい。あかんの。ちゃんとキャッチしなきゃ。いきますよ。もう一回、はい、せーの。どうですか。お味の方、早く食レポしてください。あった。味は？味基本法です。味基本法って意味わからんわ。美味しかった。猫時代だった。猫時代だった。じゃあ自分で食べる？はい。じゃあニンニク、揚げニンニクね、いただいてみたいと思います。あっちの大丈夫やねんな。いやいや、大丈夫ですけど、これほんまに熱い。熱いよ。いやいや、めっちゃうま。美味しいねこれ。うん、これなんぼでも食えますね。うん、やばいっすわ。これめっちゃうまいわ。はい。昔ながらのソース焼きそばやな。そうですね。これ食レポお願いします。これはなんか昔あのソース焼きそばからソースやね、味は。そうっすね。じゃあベタベタ。じゃあ早速じゃあ焼きそば。これはめちゃめちゃ、湯気見えます？お前めちゃくちゃ湯気立ってね、熱いでこれ。これ食べさせていただきましょうか。いやいや、先食べて。じゃあ。いただきますよ。お、すごいやん。麺がもちもち。もちもち。めっちゃもちもち。これ癖になりますね。癖になる。この麺。ソースがこれまたちょっと辛いんですけど、ちょっと辛口やけど美味しい。美味しい。この、甘すぎず、そんな辛すぎず、ちょうどええ具合ですね。ソースが美味しいですか。そうっすね。好きやね、もうヤトさんね、それね。ヤトさん、じゃあね、焼きそば、みんなね、楽しみにしてるんですよ。いきますよ。じゃあヤトさん、はい、はい、あー。反対にどこは。ハムカツ来ましたよ。ハムカツ来ましたか。じゃあちょっとヤトさん、箸貸してください。え？箸貸してください。ヤトさんの箸で、ヤトさんの大好きな、皆さん見てくださいほら。箸がついてますよ。もうええじゃん。ヤトさんの大好きなこれからしですわ。ヤトさんもからしもたっぷりつけてあげますわ。はいね。ヤトさん大好きですよね。からしええじゃん。もうからし大好きですよ。ハムカツといえばからしじゃないですか。からしじゃないとハムカツは美味しくないんですよ。じゃあね。じゃあハムカツね、いきますよ。じゃあヤトさん、はい、心の準備はいいですか。無理無理。はいはい、いけますからし、はい、あはは、恒例のヤトさんからし大好き。あ、これ大丈夫。なんや。これをね、皆さん、視聴者皆さん楽しみにしてるんですよ。マジのやつ。
さん、まだこれ残ってますやん、これ。え、これ、これ。ラオさん、食べなきゃ。食べるよ。これ、これ。この、赤いの。生姜ね、紅生姜。これは、キャベツに巻いて、ラオさん、はい。いきますよ。ラオさん、辛いの本当大好きですよね。ほんま好きやね、辛いのね。はい、辛いなかった。はい。辛さレベルは1です。あ、何や1かい。しょうがないな。うわ、うわ、出た。しょうがないね。生姜だけにね。生姜。よう食べましたな。すごい食ですよ、さん、すごいな。美味しかったですか。いや、ここのメニュー本当全部美味しかったですね。餃子はもちろんのことね。また行きましょうか。うん、ここはもうぜひともまたリピートです。はい、締めのチヂミ、チヂミ汁、チヂミ汁、締めのチヂミ汁がついてるんですね、ここはね。じゃあ早速いただきます。熱すぎてうまこれ。うまやろ。はい、あとさ、飲ませてあげる。チヂミ汁熱いね、これ。きれい、熱いね。でもうセルフで、はい、セルフで飲んでみてください。じゃあ矢野さん、しじみ汁最後の締めのね、ただ一気してくださいね。一気で飲まないとやっぱり。熱いね、これ。熱いけどそこはもう我慢してよっ。お見事。お味はどうでしたか。うまい、うまいけど。それでは帰りましょうか。ごちそうさまでした。それではね、矢野さん、ちょっとお腹いっぱいになったし、次行きましょうか。そんな瞬間移動で行きましょうか。歌でも歌いに行きましょうか。はい、瞬間移動で。それでは次のお店まで瞬間移動。はい、到着です。矢野さん、今日は泉さんでカラオケしましょうよ。行きましょうか。ここはあの覚えてます、はい、まあ、あのヤトさん誕生日の時、はい、ここ入りましたね。うん、入りましたでしょ、ね、ここ入りましょう。入りましょう。あれ、ママがおらねえか。マスター、こんにちは。緑茶、緑茶、あのアルコール飲めないんだ、炭酸が。緑茶あったよね。僕ハイボール、あ、あの中ハイレモン、中ハイレモン。ヒロさん乾杯。はい、それではね、泉さんで乾杯。乾杯。久しぶりです、泉さん。あ、ママは休みで。泉、はい、さん中いっぱい飲んでくださいよ。いただきます。ね、マスターもいっぱい飲んでください。マスターちゃうけど。なんかお分けを、じゃあ何しましょう。何しようかな。何しようかな。ニューお菓子も増えました。何何何。ああ。30円で。おお、安い。安いな。お菓子。これはこれいくら？これは4、スルベ系が10円で、こちらが3つ400円です。安い。安いな。やつさんスルベでしょ。見てください。お店の宣伝してください。泉さんの安くてうまい、最高。歌もね、カラオケも充実して。カラオケも、ね、充実して。で、女の子も可愛い。イエーイ。やっぱり。はい、それではね、泉さんで乾杯。乾杯。久しぶりです、泉さん。久しぶりです。ママは？休みです。はい、泉さん中いっぱい飲んでくださいよ。いただきます。いや、矢田さん、いや、もう喉枯れるまで歌い尽くしましたね、今日はね。ちょっとここはね、カラオケやから撮影できませんでしたけど、あのライブで今日はもう燃え尽きました。 TikTok ライブでありがとうございました。お腹もいっぱい。かっこいいね、このヒロヨン T シャツとマスク。ヒロヨン T シャツね、あのご希望の方、概要欄貼ってますんで、またこれでください。お買い求めください。じゃあ矢田さん、
次行きましょうか。行きましょう。ほな瞬間移動で行きましょうか。次のお店まで瞬間移動。はい、到着です。やどさん、ここへ到着しましたよ。毎度おなじみおでん屋さんでございます。ほんな入りましょうか。毎度おなじみのね、おでん屋さん到着しました。行きましょう。嬉しそうですね。はい、マスター、こんにちは。はい、井上さん、はい、大好きなおでん屋さん行きましたね。またそうですね。チキンラーメン食いますか。いや、チキンラーメン矢戸さん食べてください。俺、あのおでん、おでん食いますか。おでん行きますね。こんなこんにゃくですか。こんにゃくハート。こんにゃくいつ食いますか。こんにゃくまたこんにゃく食べないですか。え、またこんにゃく食べさせてあげましょうか。いや、もういいですね。ちくわは、ちくわはいつ食う。ちくわ、ちくわの穴にからし詰め込んで食べさせてあげましょうか。いやいやいや、あれはなんすか。大根はいつ食う。大根、ヤトさん大根役者やからね。どう分かれてるの。ほんなら筋は、え、筋はいつ食う。筋をいつ食う。筋はもういつでも食いませんよ、うん、俺でも筋、筋ってね、あんまり苦手なんですよね、筋は。卵はいつ食う。卵いつ食うってどういうことですか。卵、卵はもう卵に食うって言っちゃうか。ほんだら、ひろゆさん、乾杯しましょうか。ちょっと待って、うまいよ。ちょっと待って、よいしょ、じゃあ乾杯。おでん屋さんで乾杯。乾杯。パイカン、パイカン、パイカンってどういう意味。パイパンです。パイパンじゃないよね。パイパンちゃいます。NG ですか、それは。それはもう NG です。ピー入れと。何食うんですか。今日は、じゃあ、なんと、おでんを頼みましょう。またおでん。いや、そうや、おでんやからね。おでん屋さんに来てるんじゃないですか。おでん目当てで、おでんが食べたくておでん屋さんに来てるんですよ。西成一美味しいおでん屋さん。はいはい、ほな食べましょうか。屋台でしょ、屋台映してちょっと。ちょっと待ってね。屋台、屋台すごいね。屋台さん、はい、そこからちょっと屋台行ってきます。屋台まで瞬間移動で行きましょうか。瞬間移動。ありがとうございます。マスター、ちょっとじゃあおでんを今日ね、はい、いただきます。何が出るかな、じゃじゃーん。どうもよく出てますね。恒例のいきますよ。恒例のいし、おでんといえばこんにゃく。いやいや、大根でしょ。おでん、大根、どっちですか。両方、はい、あ、今日俺じゃがいもください。ヤトさん、卵ね。じゃあ俺もあのこんにゃくだけでよ。お腹痛いよな。でも、とりあえず、卵ですね。こんなもんにしときましょうか。でマスター、あのヤクさん、ほら、大好物のからし。からしね。はいはいはい。ヤトさんもからしがね、大好物でね。大好物ですよね。はい、ね、からしなかったのに。こんな、からし好きのお客さんでなかなかいないでしょ。いないですね。で、いやいや、でもね、はい、いいと思うんですよ。ね、体にいいですもんね。わ、またマスターたっぷりサービスしてくれましたよ。こ、うん、マスタード。マスタード。マスターだけに。マスタード。でもこのまま出ますね。はい、もう十分ですよ。これあの一気にやってください。一気に多分。もう大丈夫です。ありがとうございます。多分新鮮せんと思う。からし寝がないんでね、やっとさん。困ったもんですね。月山。何にでもからしつけて食べるんですよ。すみませんね。じゃあ、お箸やな。ほな、ひろゆきさんお願いします。はい、ね、キャラがすごいんで。ヤトさん、おでん来ましたよ。ヤトさんの大好きなこんにゃく。はい。はい、じゃあ、こんにゃくをね。いつ食うの。いや、もう今夜食ってください。もうそれいいですわ。ヤトさん、もうそれ。そんなことよりも、そんなことよりも、はい。ヤトさんの大好きなこのからし、たっぷりつけてあげますからね。マスターがほら、サービスしてくれましたでしょ、からしね。はい。ちょっとつけすぎちゃうか、それ。ちょっと半分ぐらいにしてくれ。今日は、
ちょっとほんの平らにして。いつになく多いですね。ちょっと平らにして。こうですか。広げて。はい。こんなもんでいいですか。広げてもうちょっと。こんなもんでいいですか。はい、なんでこんなヤクさん辛子大好きなんですか。子供の頃から。子供の頃からです。じゃあこれ暑いですよ。しかも。はい。はい。あ、一口じゃあかんじ。あれしましょうか。半分。半分になってくるな。半分は。はい。いいですか。ああ、はい、気をつけてね。え、もう行っちゃおう。はい、一気に。はいはいはい。いや、早いな、早いな、早いな。やとさ、大ちゃん。ちょっと待って、やとさん、あの。辛いの得意言うてて全然得意ちゃうやん。はよ飲んで飲んで飲んで吐いたらあかんで。全然辛いの得意ちゃいますやん。どういうこと。大丈夫ですか。収まりました。うん、ちょっと流れ飛んだね。飛んだ。ひどさん、はい、はいはい、ひどさんも食べてくださいよ。向こうちょっとあの辛子がちょっと NG なんで、もうじゃがいもをね、辛子ちょっと残ってますやん。辛子は後でヤトさんにあげます。じゃがいもをいただきますよ。じゃがいもだけに。じゃがいも、いやいや落ちない。落ちない。いただきますよ。いただきます。うん、マスター、マスター、これは何ですか。メイクインですか。男爵ですか。あ、男爵じゃない。最近あれ売ってないから。美味しいと思いましたわ。男爵ですって。うん。男爵にもって美味しいもんね。うん。うん。やっぱおでんといえばこれ。じゃがいもですよ。じゃがいもですか。うまっ。大根もいただきます。今日の大根はちょっと柔らかい。固めが好きは言ってましたもんね。固めが好き、よう覚えてますね。覚えてるんだ、そこは。覚えてる。うん。うん。中ぐらい。中ぐらい。柔らかくもなく、カチカチでもなく。誰かなすこと一緒にね。え、どういうことですか。そんなの言うていいんですか。そんなのバンされますよ。じゃあ次卵で。卵いただきますね。マジで結構かけたな。そうですね。卵はね、僕ね、このね、白身だけ食べるんですよ。黄身だけこう。君だけに君。いやもうそんなんもういいんですよ。そんなんいらんからちょっと黙って見とってください。これちょっと汚くなってしまいましたけども、白身だけを先に、うん、食べて、あとでこのくり抜いた黄身を汁ごと飲む。いやいや、黄身だけを、黄身だけに。いや言わんのかい。それもう一回、もう一回来ないの。君だけに。音が来い。タイミング悪いよ。君だけを食べるんですよね。うん、あ、まだありましたね。あ、ちゃうわ。これ、からしか。危ないとこやったわ。もうちょっと騙されるとこやったわ。じゃないね。うん。すぐ食いますね。うん。うまい。すごいね。ありがとうございました。ヒロさん、ギターお願いします。ギターですか。マスター、ギターお借りします。お願いします。いや、いつじゃ思ってもらってありがとうございました。忘れたわ。いや、もうでも僕は覚えてます。やっぱりもうおでん屋とギターですね。そうだ、ヤトさん、ギターデビューする言ってませんでしたかね。ほんまやね、今度
礼儀するから。じゃあ題しましてひろよんのワクワクギター講座お願いします。ヤトさん、まずねコードを覚えましょう。コードコードって分かります？コードって分かる。何やと思います？ A マイナー、 C マイナー。お、正解。そうなんです。コードってね、今言うたら何ですか？ A マイナー。A マイナー。A マイナーじゃあ歌いましょうか。はい、これが A マイナー。あと知ってるコード言ってみてください。C マイナー。C マイナー。何か。今ありますよ。これが C マイナー。はい、あんまりでもこれは使うことないですわ。D マイナー。D マイナーだった。何 ？D マイナーだった。D マイナーありますよ。これ D マイナー。マイナーばっかりじゃないですか。マイナーばっかり。メジャーでお願いします。メジャー。ヤトさんに覚えたい、覚えてもらいたいね。コードがまずはこれ。C。C。これ覚えてください。これ。これね、C ね。あともう一つ、G。C。これ G。これね。これね。この2つのコードを覚えていただきたい。はい、この2つのコードで、曲が1曲弾けちゃいます。はい、まあ、まあ初心者。まあ初心者用のまあ曲として、じゃあね C と G で、ヤトさん向きの曲を、はい、ね、じゃあちょっと歌ってみますね。はい、うん、OK、 お願いします。ヤトさん、はい、ヤトさんの、課題曲、はい、まずはこれを覚えてください。さっき言った C と G、 C と G だけでいきましょう。いきますよ、うん、いいですか、はい、はい、メリーさんの羊、羊、羊、メリーさんの羊、かわいいだ、はい、すごい、うまい。じゃあ、ヤトさん、これをね、覚えてもらいますんで。はい、じゃあヤトさん、さっきね、教えた C、C からやってください。はい、いや、その C じゃないの。もう ふざけんとちゃんとやってみてください。いや、全然音鳴ってないじゃないですか。まあ、これは合うてる。ここは合うてるけど、ちゃんと押さえれてないから、まあ、音は鳴らなくてもいいですわ。形だけ先覚えましょう。C 覚えた？押さえる場所。次、G。G は、ここと、ここと、小指でここ一番下、一番下、ここ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 何してんのこれ、何してんの、固いなこの指、ここやって、ここここここ押さえて、うん、これこれこれ、ここここ一番上、これこれこれ、うん、オッケーオッケー、これが G ね、はい、はい、C と G、はい、 C、 C で、 C で、 C、 C、斜めのやつ、斜めのやつ、それは C、 C で、 G、素早くチェンジ、 C と G、 はい、メリーさんの羊いきますよ、 C からね、 C から、まあ最初のうちはね音出ないんですけどね、そのうち音出るようになりますからね、はい、メリーさんの羊歌ってみて、はい、 G に変える、羊を G、いや、いや、いつ終わんの？エンドレスやん、それ。というわけで、ヤトさん、コードは音が出るようになるまでちょっと練習が必要ですね。まあ音が出るようになればバッチリです。まあ、C と G を今日は、まあ、形を覚えたんで、それは音を出るようになるまでね。今日はもう多分音出ないと思うんですけど、余裕だな、キースとか。はい、音が出るようになるまでちょっと練習してくださいね。はい、C と G ね。この2つ覚えれば、
曲が1曲弾けます。さてくそのお前にエンディングやったらこれにして、さてくそのお前になぜに電話くれなかったか、優しすぎるお前のことだから、それが思いやりのつもりだったのか。ありがとうございました。はい、ヤクさん、今日もね、おでん屋さん癒されましたね。癒されました。飲んで、食べて、歌ってと。いや、踊ってましたね。ファンの方も見てましたよ。ねえ、リクエストもいただいてね。ね、小田切れたらよかったですよ。小田切の僕が僕で会うために。ちゃんと録画バッチリ撮ってくれましたでしょうね。あれは撮ったあかんのか撮ってないです。何をしてるんですか。あれは撮ってくれないと。うん、まあまあ、またじゃあそれは次回ということでね。はい、じゃあね、今日マスターごちそうさまでした。すいません、ありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございます。ほんだらもう店も閉店間際やから、もう次も来れるように早く帰りましょうか。瞬間移動で。じゃあこれでお開きにしましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。瞬間移動。